トップスかわいい。ハイブリネーションは冬眠です。ちょっとディストピアンな感じなんで着陸体制に入りますって。ドリルっていうジャンルですね、これ。ジュリン姉さんね、髪切ってたんだよ、昨日ね。エクシー。おう、キープラハンドレー。まあ、TJ アフレ、クザマテンってありますけど、まだエンターテイン、楽しませられてないでしょって。これから、始まるのよ。フィアフーなん。誰を恐れるかって、誰も恐れない。へその、やだ、鳥肌立った昨日見たのに。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。隣でビデオイターモーションデザイナー、シルクリエイターコニーです。ということで、昨日ですね、ショーケース、ジャパンショーケース昼公演行ってまいりまして、帰ってきました、昨日。もうぐったりとしていて、ライブ配信とかも動画も上げて、まあかなり、働きまくりだったんですけど、昨日も、めちゃくちゃ炎上してきましたということで、やばかったです。B2 ブロックの、2列目の右から3番目で花道にめっちゃ近くて、顔肉眼で見えましたということで、目が合いました。なんならハービーココナッちゃんあたり、目が合っちゃったんですけど、で、この、今日見ていくのは、へその XG のパフォーマンスビデオをちょっと見ていこうかなと思います。以前、トラックだけね、楽曲だけ聞いてちょっと意味とか調べたりしたんで、そこら辺の解説も入れたいし、現地にいた感想とかも含めて見ていきたいなと思います。現地で、なんかヤッホーって言ってくれた方ありがとうございましたということで、結構多くのアルファズに会えて、もうめちゃくちゃちょわんよって感じで、幸せでした。変ボッケーって感じでしたけれども、見ていこうかなと思います。ね、現地では、パフォーマー、昼公演では、まあ、夜も同じだったら白黒の衣装で、スタンドマイクがあって、で、目隠ししてて、黒い目隠し。何これってなって、何この曲ってなって、何も知らへんねんけどって思ってたら、XG だった。っていうことで、初披露の XG なんですけどって誰かコメントで言ってたんですけど、昼公演の時。初披露聞けたんだけど、生歌で。しかもめっちゃ近くて、なんならココナちゃんがこんな感じで、黒いさ、目隠ししてるの見えたからねっていう感じだったんですけど、めっちゃかっこよかった。演出とか会場演出とか映像とかやばくて、もう一生ついてきますって感じでした。カリスマ、ジュリン姉さんのカリスマがやばくて、一番最後レフトライト撮ったんですけど、キック、あ、違う、マスカラか、それは。あ、違う、レフトライトのキックがやばくて、で、マスカラのこの胸パンもやばくて、すごかったねって。でもダンススキルもすごかったし、横から見てわかるんだけど、すごいシンクロ率で感動いたしましたということで、行った方いますかということでコメントくださいということで、いいねボタンとチャンネル登録まだのアルファズいましたら、ぜひチャンネル登録をしてくださいということで、XG ファン、アルファズメンズ代表で、広報活動的な情報発信だったり、英語解説とか、最新情報とか、リアクションとか、もういろいろ手広くやっておりますので、ほんと、ヤオロジアって感じなんですけど、やっていきたいと思いますということで、Let's get started ということで、空気もあったら XG。昨日、あいみょんとかもいたらしいですよ。やばいよね、夜公演ね。ケミオ、あいみょん、山田優とかいたらしいね。すごくないって感じ。もうなんかちょっとさ、おしゃれな人たちもいっぱいいたしさ、すごく刺激されました、私は。はい、ということで、歌詞も見ていきたいと思います。はい。まさかの繋がってるんだよね。いや。へその、やだ、鳥肌立った昨日見たのに。昨日見たのに鳥肌立ってる今。見たんですけど、やばかった。で、一番最後、レフトライト終わった後に退場しまして、記念撮影とかして終わった後に、さっき、はけていって、その後にこれが流れたの。ってなって、へその聞き覚えあるじゃないですか。で、超義足さんが、前見たへその の映像は、ドゥックンドゥックンってなるやつでしょ。Landing Sequence Initiated ってやつは、あれだったね。超義足さん。あれです。ガールギャングと同じ監督さんがディレクションしてくれたんですけど、今回は、私すごい知ってる、やば、インスタグラムで、ニューダンスのマルティバースミュージックビデオあったんですが、あれと同じ制作会社で、エイディアスタジオかな ?AE から始まるエイディアみたいな感じのスタディオさんっていう制作会社がやってて、マルチバースと同じチーム、ほぼ同じ感じのチームかなっていう、制作会社はそうだったんですけど、ということで、センスが良すぎ、茶色の衣装ってやばくないって感じ。ちょっとブラックピンクのリサちゃんのさ、マニーの衣装思い出した。ちょっとごめん、最初から見ていく。スタジオで撮ったのか、これすごいかっこいいね。てか、ティンバーランドっぽいブーツがやばい。ほぼホラー映画。入りほど、ほぼホラー映画。てか、やばい、これちょっと待って、用意できない。ココナちゃんのパートがめっちゃ好きなの、この XG の。オービットフェーズイニシエイティ。オービットって、軌道だよね。惑星とかの軌道のフェーズ。軌道のフェーズ段階、始まりました。イニシエイティ始まりました。みたいな。本当にオービットになってるね。軌道に、ね、絵になって。
アクセスにしてます。アクセスしています。メインフレームに。なんか本当に宇宙コンセプトのラップだよね、これはね。セブンライフフォームズディテクテッド。7つの生命を検知しましたって感じですね。だから俺7人いるんで、生きてる、生きてる。だから、惑星にやってきて、ガールギャングでボーンってやってます。これが序章か。生命反応を確認しました。からの、地上に降り立ち TGIF で拡張し、で探索、ニューダンスで探索し、そして最後に、祝祭みたいな感じなんですよね、結局ね。はい。パペットショーだね。っていう感じの、もう、ストーリーがすごいよね、アルバムのね。はい。ちょっと話長い、私。トップスかわいい。で、これ見た、これ見た、あの、現地のスクリーンで見た。これ、すごい。コレオグラファーは誰なんだろうね、天才だよね。なんかちょっとさ、コンテンポラリーアートとかダンスとかでさ、ヨーロッパのさ、現代美術館に行ってさ、なんか人がガチで踊ってるさ、エキシビジョンとかあるじゃん。そういう、ロンドンテイトモダンの現代美術館とか、流れてるやつとか、なんか絵とか、メディアアートみたいな。すごくない？ちょっと。センスやばすぎざますって感じ。ハイブリネーションは冬眠だよね。ハイブリネーションは冬眠です。クマさんとか、冬眠。形容詞ドーマントとか言えますけど、ハイブリネーション、冬眠状態がディアクティベートされました。冬眠から解放されましたって感じ。もうかっこいい。単語がもう完全に、なんか宇宙とかそういう、なんか生命体とかそういう感じで、物理とかもう天文学とかそういうの。今後ちょっと NASA とコラボしてグッズ出してほしいっていう感じは私が思っております。もちろんアルバムめちゃくちゃ良かったんだけど、今回。宇宙コンセプトの歌詞で、ラップしてっていうグループ、US でもまだいないから、ちょっともっとゴリゴリに宇宙コンセプトでいいと思うよ、歌詞も。XG みたいなって思う。ほんとなんか、あれです。もう隕石、爆発してみたいな、新しい生命生まれて、世界席巻してみたいな歌詞、もうすごい新しいと思って、好きです。いや、うん、やってることがね。もう目隠しがすごいよね。これもチョギソクさんディレクション？なんかね、チョギソクさんの独特のこの世界観、ちょっとディストピアンな感じなんです。衣装かわいいよね。あ、ここだ。Learning Sequence Initiated。着陸準備整いました。始めます。着陸体制に入りますって言ってんだけど。だから、冬眠から覚めて着陸するっていう感じの英語の感じですね。はーい。やばい。もうやったるでーって感じ。顔やばいんだけど、ほん大丈夫そう。はい、いきます。ちょっと呼吸、これやばかった、生で見て。ドリルっていうジャンルですね、これ、楽曲は。あ、これすごかった。赤のやつどうやってやってるのかと思ったら、スクリーン後ろで流して撮ってるんだね。かっこいい、やってること。てかさ、目隠ししてよく歌えるなってこと、前見えないで怖くないとか思ったんだけど、下からこう上がってきたね、ステージのね。でも位置とかバミリーこう固定されてて、みんな立っててで歌うっていう感じだ。で、一人ずつ順番にこう目隠し外してって歌うみたいな。もう会場演出かっこよすぎなぁ。もう、やめとけーって感じ。エクシー。おう。ヘイ。ヘイ。かっこいい。かっこいい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 。ジュリン姉さんね、髪切ってたんだよ、昨日ね。結構そのレイヤー、前髪切ったのかな、レイヤー入りなのかなということで。この入りですよね。もう完全に XC の DNA っていう部分、歌詞に入ってて、Born with Xine。X、だからさ、女性とか男性の染色体とかさ、XY とかあるじゃないですか。まあ、それの染色体ですよね。女性の X で。Born with Xine。X の染色体を持って、人、遺伝子を持って生まれた、Born with Xine。ベータテスティングしてる。もうそこら辺もなんかちょっと、科学な感じに入っちゃってます。かっこいい。ニューチャプター、新しい序章です。 Go hard effortlessly。 もうなんか努力せず、もう普通にもうなんか余裕でやっちゃいますと。余裕で Go hard がもうかましちゃいますっていう感じですよね。やばねえ、ココナちゃん呼ぶね。やっぱさ、低音のラップココナちゃんめっちゃ合うよね。ベータテスティングして、
ねえ、ここさ、すごい。ハゲ、これ、このこれを押して歌うってやばくない？改めて。俺、韓国の歌番組で歌ってほしい。業界が震撼する。マジでやばすぎ。アルファ2が、2オメガレベル。まあ、ここら辺はアルファオメガとかです。ここら辺、ギリシャ語です。Set it off。まあ、出発して。There is no limit. There is no limit. リミットありません。ギミックスもありません。と。Give, go beyond, はるか先まで行って、keep it a hundred. まあ、TGF で、cause I'm a ten ってありましたけど、まあ、10点まで中10点とか、100点まで中100点みたいな感じで、もう完璧な、everything が do a do a A1 flawless って感じですよ。で、A1 な感じ、100点満点でキープしますっていう感じ。かっこよく、よくねよって感じ。タトゥーのインナー着て、心、なんかコルセットっぽい感じでトップス。ああ、もうメイクさん、スタイリストさん、大優勝、ちょわへんよー。ちょんまるちょわへんよって感じ。やばいね。これはね、エイリアンっていう、あれとね、エリネイトっていう、孤立させるっていう単語がね、ちょっと、ダブルミーニング的な感じで入ってるんですよ。お気づきですか？ Love it or hate it. 好きだろうが嫌いだろうが気にしねえんだよっていう感じ。ココナちゃんのバイブス受け取って。お前が好きだろうが嫌いだろうが、私は私の道を行くっていう感じのニュアンス。うん。Whether you, whether 何々 or 何々って、まあ、何々しようが何々どうが、みたいな感じなんだけど、whether you alienated 孤立させようが、planet invaded、まあもう、侵略しちゃいますよ。もうプラネット、そのプラネット、惑星侵略しちゃいますよ、という感じですね。Oh, then, this すっごいかっこよくない？ここのこれを。すごいよね、ココナちゃんね。やっぱり。で、こういうアニメーションありました、現地で。もうなんか DNA とか、もうなんか、細胞分裂。断面みたいなやつとかあった。かっこよかった。この3人もすごいゴリゴリ読んどるじゃん。Planet Invader! はんはんすごい。キレがすごい。All day and every day。もう1週間7日間ありますけど、もう1日中っていうの All day と1週間の7日間ずっと Every day 毎日毎日。1日中毎日 We slaying it!スレイって言うんですけど、最近の若者は、なんかかっこいいとかイケてるものがあった時に、まあ、イケてるねっていうスナックで、You slay! って、もうスレイって言っとけば大丈夫。とりあえず、アメリカの Z 世代。まあ、スレイで同時でも使える。もう、ぶちかましちゃってる、イカしちゃってるよねっていう、We slaying it! っていう感じです。はい。Gladiator! 調べたんだけど、これ、初めて来た時。なんか、ギリシャの戦う人。ギリシャの有名な神話に出てくる戦う。なんか映画とかでありますね。これ映画多分元にしてると思うんだけど、このスラングっていうか、このワードは Gladiator Mind。もう本当に不屈の心を持った戦士っていう感じですね。わかりやすく言うと。で、They're not entertained. まだエンターテイン、楽しませられてないでしょって、これから始まるのよっていう感じです。Yet がついてる、Not yet でまだ何々されてない。だから、FC がこれから世の中を席巻して楽しませるの。だからまだ序章に過ぎないっていう意味で、They're not entertained yet って言って、まだワクワクしてないでしょ。これから始まるのよ。もっとかましちゃうよっていう感じですね。はい。やばい、まゆちゃん。マーティンもね、結構ギャグぶっかましてたね。現地で。ショーケース現地で。で、英語ももうすごく、コメントありましたけれども、ライブ配信デーに向けて、英語でコメントして、すごく綺麗な発音で、私は本当に素晴らしいマンネだと思っております。マンネ、末っ子って意味ですね。韓国語で知らない方。ミューテイド、変異した。DNA, ooh, 変異した DNA, エクシーの DNA 変異しちゃってるって。もう、並大抵の DNA じゃ、お前らと同じ DNA じゃねえんだぞって。全然違う DNA。だから New DNA ってタイトルなんですね。アルバムがよろしくって感じです。はい。こういう感じです。こういう感じ。エイリアンって感じ。よろしく。はい。fresh out of, まあ、ほんと出来たてって感じで fresh out of the oven とか言いますけど、まあ、fresh out of extraordinary womb ってお母さんのお腹ですね。お母さんのお腹 womb でございますけれども、まあ、ほんとに規格外のお母さんのお腹から生まれた新しい遺伝子を持つエクシーってことで fresh out of extraordinary womb って言ってます。はい。はい、ここかっこいい。intergalactical、まあ、intergalactical、もうギャラクシー。インター何々って何々感のっていう感じですね。もうギャラクシーを超えるぐらいのタクティカルフローを持ってるっていう感じですね。ここら辺もちょっとかっこいい宇宙コンセプトな感じの、普通に聞いてて、あれ？ってなるんだけど、かっこいい。みたいな、もうほんと、ワークフローハスゲームみたいな感じのニュアンスの歌詞かなと思ってます、私は。
going ballistic 弾道ですけども、もう本当に打ち上げて打ち上げて、もう世界、このなんか地球から出てっちゃうよ、この世界から出てっちゃう。 out of this world です。 out は out of ですね。 n は and です。あの and とは言いません、んです。もうほぼ going ballistic out of this world、 out of this world、 out of this world になります。よろしく。 cosmic stuntコスミックスタントで誰も怖くねえ。Fearful? なん？誰を恐れるかって、誰も恐れないって。ここ一列になるとこめっちゃかっこいいじゃん。斜めで。2分20秒なんだが惜しいよ。ちょっとフルバージョン欲しいな、これはね。3分ぐらいでフルバージョンにして、これめっちゃ売れると思うよ。UK とかでも結構行くと思うよ。なんか、セントラルシーっていうイギリスの最近ラッパー、あの好きなんですけど、あの BTS グクとあのラロイ君とコラボしたんですけど、 Too Much って曲で、なんかその、 あの彼ドリル得意なんですけど、もうほんとこんな感じで、ちょっと UK で売れそうなラップです、これは。はい、ペクイーン、ドミノ魂になったのがいい。 Pack of 7、 7人組イコール1イコール1ってことですね。もう団結力強いから、7人組なんだけど一つみたいに団結してますっていう感じなんです。よろしく。で、ここ 1列、これをやばいね、これ。やばい、ここら辺同じなんだけどね。やばいよね。ハビーのさ、声もいいよね、ここで。もう完全に、ね、めっちゃスタイル良かった、ハービー。9頭身だった。もうすっごい近くにいたんだけど。10頭身ぐらいめっちゃスタイル良かった。They wanna know if it's hit or miss. ヒットかミスか知りたいんでしょって。当たり完成か知りたいんだよねってみんな。She falls star, 途中に向けて発射。We land on their heads. もう頭に着地みたいな感じで、ちょっとなんかビーフィングしてる、上から行ってる感じ。はい。Don't mess with the techniques. テクニックって出てるよね。あの、drip's a technique. まやちゃん、drip's a technique って言ってたよね。TJF だっけ、なんだっけ。Don't mess with the technique. You know it's flawless. もうこれ完璧なの知ってるでしょ。flawless って。血管とかもうなんか、あの足りないところが一切ない。完璧な状態。it's flawless. 完璧なの知ってるでしょ。Don't mess with the technique. テクニック、からかってくんなって。このテクニックにからかってくんなって。Don't mess with me って言ったら、からかってくんじゃねえっていう感じですね。Don't mess with me ってよく言いますね。はい。We locked. Locked. うん、locked. ねえ、あれはですよね。ガールギャグで locked. 銃に弾全部入れて、ロードされてる状態。On our all our targets. もうターゲットにもう完全にロックオンしましたっていう感じ。でね、ロックオンでもいいかもね。ここは取って。ロックオン、ターゲットロックオンしましたと。ここは同じだね。いや、かっこいい。赤入ってくるのいいよね。ね、ここ声質が、ハービーの声質がすごい生きるんだよ、このベイビーボイスが。ねえ。マヤちゃんがすげえかっこよく低音して、like, go hard, effortlessly, effortlessly, effortlessly って言って、ハービーのベイビーボイスが来て、エクシン！すごい可愛いんだけど、なんか独特のスパイス感を持ってやってまいる。この曲はね、ココナちゃんのこの、ハスキー低音ボイスがめっちゃ合う曲かなと。ココナちゃん大優勝案件なんだよね。はい。で、これダンスプラクティスみたい。すごいボーカルも。ここやばいよね。ちさひなたでボーカルすごい上手かったね。ジャスタンラップのボーカルやばかった、ちさちゃん。あの、ハンドマイク、てか、あの、スタンドマイクで、レフトライトハンドマイクに持ち替えて歌ってた。生歌で歌ってたんですけど、めっちゃ上手くて、すごいなって思った。口から音源とかじゃなくて、口から音源なんだけど、音源を超えてたっていう感じ。踊ってるのを加味すると、全然音源超えてるよねって感じ。うん。Reach for the star, star に向けてっていう、向けていって、You follow the light. 光を追っていくのよって。向こうの世界に連れてって。浮遊してです。あの、何かとスカイのパート多いよね。シューリングスターとかでもジュリアちゃんこんな感じじゃなかった？歌詞。いいよね。ちょっと、なんか、浮遊感のある感じです。まあ、浮遊するって感じですよ。レビテイル。レビテイルアップですが、スカイに向けて、空に向けて浮遊していくって感じだけど、この、パートは結構うまいだよね。あの、サイモンさんのね。うん、こいつに合ってる歌詞とあれが、雰囲気が。衣装かわいい。茶色とピンクと。
Headless me shine in the dark Shine in the dark いい、ここ好き、ここのパート。絶対フルにした方がいいよ、これ。Spotify1 位取れるよ、UK、US で。ね。って思ってる。それぐらいの期待をしてる、私は、このグループ。スタート、ハウイングして、もうここに、今いる場所から、今いる場所から、スタート、始まりを告げてって感じかな。かっこよく言うとね。Endlessly shining the dark 暗闇を照らす存在っていうことだよね。 XG がね、暗闇を終わりないぐらいずっと照らしてるの私たち。これ上からの、いやすごいね、万華鏡だね。もう見て、表情管理とこの視線の強さと、もう覚悟決まってる。この序章だからね、序章だから、この曲は コンテンポラリーダンスだね。なんかね、かっこよー。マジ衣装毎回思うけど、かっこよくないこれ。これで、これでも、これで踊ってほしかった。めっちゃ可愛い。上ピンク入ってて、下が若干グリーンブラウンな感じのパンツなのかな、これ。色の配色とか、なんかいいね。コントラストとかいいね。真っ暗にしてスタジオ、ほんとミニマルなライティングだけで。髪ちょっとウェット感あって、やっぱへその緒からの XG だから、あのお母さんのお腹から生まれた後だから、やっぱウェットな感じなんだよね。髪とかもね、胎盤とかが出てきたって、多分コンセプト入ってるから。そうだったよね、へその緒のね、あのビデオもね、パフォーマンスビデオじゃなくてコンセプトビデオみたいな。そうだったよね。だからその後続いてる XG だから、ちょっとウェットヘアスタイリングなのと思うんだけど、めちゃくちゃおしゃれでかっこいい。で、厚底超かわいい。これ売ってる、メンズとか売ってる、入るサイズ売ってる、欲しいっていう感じでリアクションしてきました。ちょっと解説も含めてニュアンスを受け取ってほしくて、この曲、この曲めっちゃかっこよくて、ドリルでもう2分52分20秒かなんだけど、超かっこいい。 XC の良さが詰まってて、 XC にしかできないこのギャラクシーコンセプトみたいなのも入ってて、歌詞に Into Galactic とか Cosmic とか、そこら辺のワードチョイスもかっこいいし、ギリシャ神話出てきたり、そこら辺がすごく好きですっていう感じで終わりたいと思います。ということで、XC のライブ行った方、ショーケース行った方、ぜひコメントください。チャンネル登録お願いします。いいねボタンお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. Goodbye.